平安京大大理におけるその漢神社の一縁。漢神社は、縁神社及び、半神社の総称。式内社で、現在は、廃社。縁神社、半神社のいずれも、平安系の宮中の宮内省において、応人の乱頃まで鎮座した神社である。十、芥田省宮城伊佐市図では、宮内省の西、年中行事絵巻では、宮内省の北西宮に見えており、その位置は、 現在の京都府京都市上京区主税町の北東にあたる。社殿は南北に境でいずれも東表し、正面1軒、側面2軒のカスが作り風であったとされる。宮中では唯一の名神大社であり、平安時代には霊祭、円管震災を年2回行う規定で、朝廷から重要視されていた。しかしながら、応仁の乱以後は廃絶したため、 現在も、神格、由来等に関して諸説がある。祭神のうち、その神については、古事記、日本書紀等に記載はなく不詳。一説に、宮内省の縁地を守る神とも言う。唐紙については、古事記において、大都神と井戸姫との間のお子神、大国三玉神、唐神、総振神、白日神、精神の五神のうちに見えている。 元織のりながは、古事記伝において、総振り神が、その神、唐紙二座のいずれか一座とする説を唱えている。大和の神社中心上では、縁神社は大物、大諸主神、半神社は、大名無ちの命、少なびこなの命を祀ると,るとするとともに、これらの神は、須佐の王村の子孫であり、駅から守る神であるとしている。大和の神社中心上では、大宮氏家長を引用して、 養老年間の藤原氏による創建としている。一方、後家次第や古事団によると、平安慶仙都に伴い円館神社を先座しようとしたところ、なおこの地に座して、帝王を守りたてつらむと、託戦があったため先座は取りやめとなったという。この記事から、創建当初より、宮内省近くに祀られたと見られ、九中三十六神では、最古の神と言われる。 平安系の戦と以前に統治を収めたのは、トラ来系士族の果たしであることから、この園神神、唐神は、もともとは、果たしが包災した神であったとする説もある。韓国神社社殿では、円環神社の勘定をもととする。別殿として、奈良の韓国神社の社殿では、同社の創建について、水古天皇の時に、大宮君白帝が、その神の大物主名を、後養老年間に、 藤原夫人が、唐紙の大名無知の命、少なび粉の命を祀ったとする。そして、同社祭人が、宮中に勘定されたのが、円環神社の創建になるとしている。文献上では、古くは、新昇格直府省において、天平神後元年にその神に二十個、唐紙に十個の神風が、佐抜国から当てられたと見える。また、類寿三大格では、延暦二十年に、 霊祭のその唐か紙か祭りのことが見えている。国史では、歌唱三年に十五位下の深海に寄せられ、最高元年に十三位に少女、最高二年に名神に列し、上元元年に正三位に少女された旨の記載がある。延長五年成立の演劇式新名帳では、宮内省ザカミ三座並名神大月寺2位目のうちに、それぞれ、縁神社、半神社に座として、 明神大社に列するとともに、月次祭、新滑祭りでは平白に預かる旨が記されている。宮中で明神大社に列したのは、この日社のみである。また、演儀式では、縁管神社の維持、管理について、佐野紀国の幸を車両とすること、神殿を守る者として、風、手、数とを当てることが規定されている。朝野軍祭では、2年の修理の神聖が見えるが、 その内容から社殿が荒廃した様子が伺える。長周期によると、大事5年頃には儀式の個体も失われていた。また、高都みでは、欧二26年2月5日の欧風で社殿は、転倒したと記されている。その後、代理は、応仁の乱で消防したことから、円環神社も廃絶したものとみられる。廃絶後の祭祀の継承は明らかでないが、そのから神は、 他の宮中初心と共に、神殿の天神地義のうちとして、現在は皇居において祀られていると考えられる。円環神社の霊祭は、円環神祭と称された。祭りは2月の春ス祭りの後の牛の日、11月の新メ祭りの前の牛の日の年に会を行う、規定であった。資料上の所見は、延暦20年で定期的に執行された旨が、 日本三大実録に記録されている。祭りの内容は、上岸儀式等に衝述されている。当日は、神戸二人が庭に榊を建て、庭火を焚き、三金木が糊とを操上。操上後は、笛とことを奏し、お御子が庭火を回って、湯立てを行い、ついで、神戸八人が共に舞う。以上の所作を縁神社に、ついで観神社でも行い、終わると、再び縁神社で、 数前を行う。そして、大臣以下が退出した後、人議官が三日なぎ、物意味、ンベらと共に両神殿の前で下部を行うという、ものである。その人議官らによる神楽は、一条天皇の時代に、制定された、内諸語後神楽以前の宮庭が未落とされる。なお、後継次第ではンベ四人が栄き、う、弓、剣を持って待ったと見えるが、百連勝では、 大事2年の大大理火災でそのから神のご正体を取り出そうとした檻に信奉として、剣、うがあったと見える。その後、祭りは平安時代祭り後は次第に衰微したとされる。原点出典書籍サイト、ありがとうございます。